さあ長崎の旅へ。五島列島の北部に位置する小値賀諸島。広大な五島列島にあって、小さいながらも独特の風土が光る美しい島々です。小値賀島の中央を南北に走るまっすぐな道路の両側には、姫の松原と呼ばれる美しい松林が広がっています。暮らしを守る防風林として、古くから島の人々が大切に育んできたものです。真夏でもひんやりとして涼しげ、どこかしら江戸の昔の街道筋を連想させる景色です。小値賀島と橋で結ばれている斑島には、地元の人々に玉石様と呼ばれているポットホールがあります。まさに自然の奇跡。実際に目にするとその大きさに誰もが驚かされるはずです。小値賀島の東に浮かぶのは、その昔隠れキリシタンたちが移り住んだ野崎島。一頃は多くの住人が生活していましたが、現在暮らしているのは島の管理人一人と野生の九州鹿が600頭、そしてたくさんの野鳥たち。設備の整った自然学塾村もあり、予約をすれば誰でも利用することができます。至る所から縄文時代の遺物が出土されるという小値賀諸島。きっと太古の昔から人々に愛されてきた穏やかなふるさとだったに違いありません。